腹すいた。はい、皆さんこんにちは、オンダコトグです。今日はですね、コロナの影響で、仕事や勉強のね、方に支障が出て、暇な時間を過ごしている方が、たくさんいると思います。そこでね、頭がぼーっとしてきている方もいると思うので、今日は記憶についてお話ししたいと思います。人間っていうのは物を覚えるときに反復しないと忘れてしまう動物なんですね。まず一時記憶、海馬というところでね、一時記憶をします。でも海馬っていうのは容量がね、とても少ないのですぐ忘れてしまうんですね。で、重要な、情報というのを長期記憶の大脳というところに、記憶します。ではどうすれば効率的に記憶ができるかということなんですけども、まずですね、第一に時間制限をつけると、記憶がしやすくなると。時間制限をするということは、いついつまでに覚えなければいけないというね、追い詰めた状態を自分に作るということです。そうすることによって脳が活発に動くということです。普段から記憶力を上げておきたいという方は、昨日あったことを3つです。昨日あったことを3つ思い出すようにするといいというふうに言われています。脳が、老化しないというためですね。それとは別にね、特に私がよくやってるのが自分だけの言葉を作るということです。造語ですね。例えば誰々さんのことをね、ゴリマルさんとか、顔がちょっとゴリラに似ていたからゴリマルさんとかね、勝手に自分で、名前をつけてしまうんですけども、ただ気をつけなきゃいけないのは、実際にね、それを思いすぎて本人にねベロッとね言ってしまうなんて時もねあるので気をつけてください。余談なんですけども、よくね、ここまで出かかってるんだけど、思い出せない、で、あの人なんていう名前だったかな、ここまで出てるんだけどっていうのありますよね。あれはここまで出てるんじゃないんですね、実を言うと。あれは、普段からね、喋り慣れてない人、普段からおしゃべりし慣れてない人が、いきなりね、使ってない言葉を出そうとすると、ここまで出てるんだけどっていう風になってしまうらしいです。人間っていうのは、そもそも自分のいつも使ってる言葉を組み合わせて、話すっていう風に言われてるんですね。なので、ボキャブラリーが限定されてるっていうところもあるんですけども、普段から本とかね、映画とか見ていろいろな言葉を覚えて、それを脳の中だけでもいいから、反復練習しておくと言葉に出やすくなるということもあるので、よかったらやってみてください。本日は以上です。コロナの影響でだいぶ皆さん暗くなってると思うんですけども、あまり、マイナス思考でいるとね、脳の活動も、低下してくるというふうに言われています。特にね、うつ気味な人っていうのは脳の活動がほとんど止まってるなんていうふうにもね、言われていますので、なるべくプラス思考で頑張りましょう。何かあったら桜台整体サロンの私のところに整体しに来てください。はい、本日は以上です。ありがとうございました。